とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はようやく来たね。ようやく来てくれました。はい。ゲイル聖域のデイリーミッションです。報酬はアーティファクト。間違いない。ちょっと前にやった時に、これアーティファクトと別のやつを間違ってたのよね。防具かなんかだったかな。まあ、今回は確実に出ますので、これでやっていきます。プラス25! いくぞ！それでは早速行きましょう。カバンビルドです。カバンビルドでゴリゴリ行きます。本当はね、こうカバンビルドね、向いてないのよ、ここって。全然向いてない。落ちやすい場所だから、全然ダメなんだけども、まあまあまあ、なんとかやってみましょうか。開いた？開いたね。普通がね、修正されたのが痛い。本当にあれをだいぶ嘆いてる人結構多いと思うよ。俺もね、あれはちょっとショックだった。でもまあ確かにね、強かったもん。もう無類の強さだったもんね、あれは。さすがに修正されてもおかしくはないところだったのかな。はい、まあとりあえずサクッとクリアしちゃいましょう。で、エレメントのカバンが出る確率が確かね、3分の1ぐらい。確率に出てきてくれれば嬉しいけど、やっぱ今、現状では、おそらくもっと強いのあるかもしれないよ。新しい装備なんかも出てきたんで、わかんないんだけども、俺が持ってる中では、持ってる中では、やっぱり、カバンビルドが一番ね、使えると思うんで、ここを強化していきたい。じゃあ、こっちか。いくつかあったか。ちょっと待ったぞ。いくつかあった。うそ！マジか。マジでか。まあ、いいか。1回はね、やられてもまあ仕方ないっすよ。2回3回とやられなければなんとかやっていける。よし、ということでこの感じでボスまで行ってみましょう。ここの先がボスだったっけ？あ、いや違うか。まだ配線の回廊みたいなとこまだ行ってないもんな。あぶね。まあ、とりあえず真ん中以上はもうすでに来てるってことだから、まあもう少しだ。頑張ろう。さすがに難しいな。難しいよね、ここ。びっくりするぐらい敵がやっぱ多いよ。強い。今はねちょっとダメージはいまいちなかったんだけど、あれもろに食らったら本当にね、 HP の俺確かね、200何十万かあんのよ。あ、違う。180万か。180万ある HP の150万ぐらいボコー削られたもんね。あれなんか痛いわ。お、これは、来たよね。ボスだね。よし、ちょっと待って。ラスボスにはね、ラスボスっていうかもう本当のラスボス？エンダーの心臓の復讐のやつ。あいつには効かなかったんだけど、ここは効くよね。さすがに効くよね。もう行ってみようか。いや効くでしょ。やっば、ちょっと待て。もう最悪だわ。よし、いやマジか、効かない。最悪や。マジでか。最悪だ。でもまあ、あれかもね。ちょっと待って、これ。嘘でしょ。相当やばい。ちょっと待って、流れ込む魂ないからちょっと回復が厳しすぎる。ちょっと待って、流れ込む魂装備ですね。もういや多分あれ弱点が出てる時じゃないとスポンジストライカー効かないんだな。いやそうであってくれ、頼むから。これもうマジで相当やばくなってる。もうこっちまだか、まだなの。もう早く出し切って。きついこの、いやよし終わった終わった、こっち終わった。次こっちだ。よし、いやいや前はスポンジストライカーでさ、あの縦ごと一気にいけたじゃん。いけなくなってるよ、きつ。よしもうちょっと待って、あのね盾がぶっ壊れたら一気にいくから。でもそろそろ装備変えてた方がいいんだろうな。よし来た、ちょっと待って、スポンジストライクだからあった。よっしゃチャンス、おっしゃおしおしやったぞ、やったもうすっごいギリギリの戦いみたいな感じになったけど、いけた。よしもう何、もう盾の上から効かなくなってる。使った。さあ問題は報酬だよ、報酬頼むよ、お願いします。エレメント、よし253、あー254が良かったんだけどな。ダメージが650万。今持ってる最強のやつよりも50万ダメージ上がった。めちゃくちゃ強いね。250と253だったら、ダメージが全く違う。100万近く違うね。よし、最高のもの手に入れました。はい。ということで、またやっていくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。